はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日もね、クラクラの解説動画、お伝えしていきたいというふうに思います。で今回は、タウンホール12をねちょっと見てほしいんですけども、まあ、12といってもねコウモリを使った戦術で、これは12以外でも10、11でもね参考になる点が多いと思うんで、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、ちょっとまあまずは動画をご覧いただきたいと思います。でこちらですね、こんなような配置で、これをねユーロさんが攻めてくれまして、陸パートゴリゴリの編成ですね。で、呪文にはコウモリ5枠持ってます。さあこれをどう使うかなんですけども、当然ねコウモリを裏ユニットっぽい感じ、まあ裏ホグとかね裏バルっぽい感じで使っていくのは見えるんですけども、どのタイミングでどっから使うか、ちょっとこれに注目して見てもらいたいと思います。で本当にねこの攻めはプランニングがうまかったです。まずは6時から食い火を展開で、しっかりね防衛軍をすり出してポイズンをかけて処理していくというところですね。この辺りまではもう本当に綺麗に決まってますね。で、まあ、ペッカの一発はちょっと怖いんで事故防止のためにレイジを打っておくというところですね。でそのままクイーンはねどんどんと、クラの城の方面に突っ込んでいって、でベビドラで、半時計回りに、クイーンが回らないようにカットをしていきますね。でさあ、主力部隊がそろそろ出てきますね。ペッカ、バキンからのボーラーというところで、一気にね、このタウンホール、まあ、ギガテスラ方面ですねに向かわせていきます。なんですが、そうこうしているうちに気がつきましたかね、クイーンがやられちゃったんですよね。これ序盤で食い火の、ね、クイーンを失うっていうのは結構な、なんていうの、アクシデントで、そこから先 の、ね、攻めに本当に影響を及ぼすんですけども、それを、ね、ユーロさん跳ね返しましたね。で、この後もしっかり防ヒーの形になって、まず、ね、ヒーラーが生きているのが、この攻めをまず成功させた一個の要因ですね。まあ、合流を食い火の近くから行ったことで、さらにこのコウモリですね、この仕事が本当にすごかったんですよ。今出ましたけども十字方面から出してますね。どんどんこの攻撃が、この、外周って呼んでいいのかな、のあたりの防衛施設をもう片っ端から潰してますね。多分これ10個ぐらいの防衛施設を全部コウモリが潰すんじゃないですかね。10個もっとあるかなっていうぐらいですね。さあ、あっという間に外周が晒しになった頃には、ボーラーたちが3次方面に壁を突き破って突破して、ギガテスラもイーグル砲も全部、叩き寄ってですね、最後このまま全開に向かっていくと。でコウモリもしっかりね回収に役立ってますね。コウモリ足が速いんで生き残るとまあ時間切れはそうそうないですよね。というところで、さてこの攻めをねちょっとまずは、こんな形で、配置見ながらねちょっと見ていきたいと思うんですけども、今回の本当にプランニングが良かったっていうことは、先ほどの繰り返しですが、序盤にアシャクイパートにおける食い火ロストがあったにもかかわらず前回まで持っていけたというところでね、非常によくわかると思います。相手の防衛施設も簡素ではないんですが、まあ、結構レベルは高い方ですよね。クロスボウとかこの辺のマルシタワーなんかもレベルマックス、イーグルホもマックス、ギガテスラもマックスと、まあ、いうところですんでね。で、こういう状態の中で、全開できた要因、まあ、一つはさっき言ったように、ここ防衛の形ができてね、しっかりこの中央のこの辺、はい、あ、ごめんなさい、排攻撃がいっぱいあるね、こういうところを、ボーラーで一気に制圧ができたというところで、そのためにねサイドカットうまかったですね。ここしっかりペッカでカットしてライドルでカットしてと。でコウモリですよね。何よりもコウモリがここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ぐらいの施設を全部叩き寄ってくれたと。このね使うタイミングと場所、もうこれが本当にピカイチでした。今回の動画の一番のポイントはやっぱそこですね。で、じゃあどこにねコウモリを撃つっていうのが、まあ、ベストな選択だったかっていうと、やっぱり私ここだと思うんですよね。今の戦術でいうとユーロさんのポイントですね。じゃあ他はどうかと考えてみますと、まずここですね、外周には対空の、範囲攻撃が基本ないので、ここのインフェルノのあたりに撃っても、まあ、先打ちですよね。先打ちしてもまあ良さそうに一見見えます、見えるんですけども、ここに打っちゃうとコウモリが分散しますよね。時計回りと反時計回りにこう分散しますよね。そうするとやっぱり、数の暴力が通用しなくなるので、こういうアチャトとかにねじわりじわり撃たれていって、まあ、自利品でおそらくこの辺まで壊せて、まあ、コウモリ5個だったら消えちゃうかなって思いますね。あとは最悪の場合はイーグル砲にわーっと向かっちゃった場合、マルチにこう絡め取られますね。あっさり多分これは全滅しちゃいます。じゃあ初めからこっち側に打ったらどうか。そうすると
こっちに行っちゃった場合に、あっさりこの辺対空説ばっか、あ、ごめんなさい、なんか良くないですね。対空説ばっかでしたよね、今この辺って。なので、全部対空説に絡み取られてしまうと。で、あとは、じゃあ初めからこっちから撃ったらどうか。もうそうするとあっさりウィストに捕まりますよね。マルシェもあっても、コウモリの殲滅は見えてます。なのでやっぱり撃つとしたらここを狙って序盤撃っていってもこの辺からですね。でさらにこの辺をあらかじめカットして、コウモリのルートをここから、こう時計回りですかね、にこう流していく、こういうルートを作るというプランが、まあ、ベターなんですよね。でそれをじゃあどうやったかをもう一回見ていくと、こうやったっていうところです。ぜひね、あの主力部隊の中央突破もいいんですけども、こちらあの九時方面のねカットとコウモリを出すタイミング、ここにもねぜひ注目してもらいたいというふうに思います。本当にね、あのこういうなんていうのかな、外周っぽいところ、こういうところね、こういうところに範囲の対空攻撃施設がないあの防衛村って結構ね見かけますので、もうそういうの見けたらね、この攻めぜひ参考にしてね、バシッと全開を取っていただけたらあの嬉しいなというふうに思うんですけども、でまずはクイヒーパートですね。しっかりクイヒーで、相手の防衛軍は処理、ここまではきっちりできてますね。ただちょっとこの後クイヒーをロストしてしまうんですけども、まあ、ある程度ねクイヒーの方向付けができた段階で、ここ陸パートを始めますね。ペッカババキンを出していきます。指示方向にご注目ください。さてでここでペッカババキンを出して、ボーラーをドババババッと出して、で後ろから、バスターと、ウォーデンをつけていくと。でペッカはしっかりねこっちの9時方向に流しましたね。まあ、もしかしたらねこの辺まで行ってくれればいいかなって思ってたのかもしれないですね。結局ライドラでここから、一気にねこのアチャトを壊せばさっきのような形は作れたんで。で、今回はババキンがね耐久砲を処理してくれて、してくれたところでライドラ登場ですね。でライドラが登場して、この辺のアチャトまでが、壊せる段取りついたところら辺で一気にコウモリですね、コウモリをワーッと出していきます。そうするともう完全にコウモリはこれはもう、もう右側にこう時計回りにぐるっと回るしかないルートですんで、そのまま見てください。もうガン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 出てきたコウモリが次から次へね襲いかかって、あっという間にね上半分かなの防衛施設を全開していきますね。でもこうなったら残り25秒で 75% 分一気に削っていくというね、あの圧倒的なコウモリを含めたこの掃除力ですね。で全開まで持っていきました。どうですかね、これ使える気がするんですよね、いろんな場面で。でやっぱりねさっきも言ったようによくあるんですよ、こういう配置というところで、ちょっとね参考に私がね実は同じような村に出くわしてますんで、ちょっとこれもパパッとねあの見てもらいたいというふうに思います。これですね、非常に似てますけども、ここ今度はねここにウィズ島がこうあるんですよね。じゃあこれをどういうふうに処理していくのっていうところにねちょっとこう注目してもらえたらというふうに思います。でさあまずここね、ポイズンを出していって相手のドラゴンを処理したかったんですが、これもね完全に事故ですね。初見なんでテスラ森、まあ、気をつけてはいたんですけども、一気にここでねヒーラーが5体から3体に減っちゃいました。もうねあーやべえなと思いながらやってたんですけども、まあ、それは置いといてですね、で、まあ、ちょっとでも延命させようとこれジャイを出して、まあ、粘りましたが、まあ、クロークと。で、まあ、見てもらいたいのはねこの後です。同じような感じですね、まあ、ユーロさんと。これ9時方面をカットしていきながらライドラでさらに、9時方面のカットを加速で、ボーラーとババキンをね今この8時方面から一気に突入させていきますね。あのしっかり9時方面がカットできたところ でボーラーが突入していきます。結果、これはアイゴレからのボーラーって感じですかね。で中までバスターで持っていって、バスターが壊れちゃって入りきらないところはジャンプで補助ですね。である程度ねこう呪文を使ってもう中のユニットはいいなというところら辺まで打ち手を打ち終えた段階でコウモリパート、ここのウィストにご注目ください。フリーズ1発からのコウモリ5発、フリーズ1のコウモリ5で、レベルマックスのウィスト、まあ、タウンホール順位同士のバトルの場合はね潰せますんで、この、呪文の比率の割合覚えておいてもらうとね便利かもしれません。フリーズ1のコウモリ5です。
で、それでこうね、一気にこのウィストに絡め取られちゃってますけども、まあ、絡め取られるまでのところは全部こうね、コウモリで削っていくことができてますね。あとはあもう45秒ぐらい使ってずっとね、この掃除をして終わりという格好になります。さあどうでしょうね、皆さんもよくこういう村、対戦なんかで当たるんじゃないかなというふうに思うんですけども、当たった場合はね、ぜひこのコウモリのことを思い出して、陸とコウモリのね、この攻めでぜひ、潰すことを試みてみてもらうと、まあ、全開率っていうのがね、まあ、ググッとこう上がるんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考してもらえたら嬉しいかなというふうに、思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。